簡易保育器、要はあったかい部屋をちょっと作ってほしいんですけど、鳥かごが入るぐらいの発泡スチロールの箱が一番使い便利かなと思います。だから箱を用意しといて、でこの中に鳥かごを入れる。だからちょっとちっちゃい鳥かごが一ついりますよね。今あれホームセンターでよく売ってるプラスチックのこれぐらいの鳥かごあるといいんですけど、で空気穴をちょっと作ると、何箇所かね、1箇所ぐらい穴開けといて、それからどっかに窓をくり抜いて窓を作ってほしいです。で窓 でここはあのクリアファイルかなんかあのとで中見えるようにしといて、でここに温度湿度計、まあ、こういったようなやつを見えるところに、実際に温めてても何度になってるか分かんないとちょっと不安なんで、温度湿度計を置いといて、これだけでも結構温まります。でそれに熱源があるととってもいいんで、鳥かごとこの発泡スチロールの床暖房がいいから、下から使い捨てカイロとかこういうペットヒーターとか もっとちっちゃいやつ、そういうのをやって、まあペットヒーターだったらコンセントの穴をちょっと作らないか、コンセントコードの穴を作らないかけども、そうすると多分ね30度ぐらい、湿度が難しいんですけど、湿度はこの中にちょっと湿ったタオルとか置いといて 40% ぐらいになるような、こんなのをねちょっと作ってほしいんですよね。そうすると早く退院に持ってくれる、早く退院に持ってくれます、またこういうもし、まあ、絶対良くなるとは言い切れないけども、良くなってくれてもやっぱりちょっと普通の環境にするとまだちょっと多分しんどいと思うんですよね。だからこういう簡易保育器をちょっと工作してもらっていいですか。これから季節が今まで寒かったですけど暖かくなって、いやこれからの方が調子悪くなる、調子悪くなる、要するにどういうことかって、昼間暖かくなるでしょ、うん、でも朝方冷えるじゃないですか、と一日の中の温度差 が、うん、あの大きいと、うん、あのだから春とか秋の方が鳥って調子悪くなる、うん、そうなんですね、まあ、もちろん冬でも調子悪くなる子もあれば夏でも調子悪くなる子はいるんですけど、トータル的には春と秋の方が調子悪くなる子が多いような気がしますね。だからちょっとでこういうのがもし1個あるとね、調子良くなったらまたいつもの環境に戻っていけばいいわけですよ。こういうのが1個あると、もし調子悪くなったらすぐ温めてやると、膨らましとったらもうすごい鳥にとって危ないサインだから、危ないサインだから、体膨らます、そうです、体膨らますってことは体温が下がってきてるわけですよ、体調がすごい悪いわけなんですよ。だからそれで温めてあげるとだけでも立ち直る子いますんで、調子悪い時に入れるので、調子いい時は普通の感じ、そうですそうです、ずっとここに暮らせるところで、ね、じゃないんですけど、ね、調子が良くなるまではちょっとこういうところ、特に、昼間は外で出しといても、あの夜から朝にかけてはこういうところに入れておくとかね、それでこういうのを作ってください。でその簡易保育器 の作ったのがさっきの動画の小鳥の飼い方のところに、ここの患者さんが作ってくれたやつがね載ってますんで、鳥の飼い方っていうとこね、あの、再生率とかそれを参考にしていただけるといいかなと思いますけど、はい、じゃあちょっとお手数ですけど、できたら作ってください。で、じゃあ、 あの治療慎重に手当てしてきますので、明日の夕方ね来てくださいね。